ゼロから教えてホリエモン。最近ですね、さらに面白い映画が、出てきたんで、これもね、ラーゲリから愛を込めてというですね、二宮和也さんと北川景子さん、主演の映画なんですけれども、これ素晴らしかったですね。ラーゲリというのはですね、旧ソ連、日本とね、終戦直前にですね、戦争を始めてですね、旧満州、ね、中国東北部のですね、に駐留していた日本陸軍の関東軍というところに所属していた人たちがみんな、強制連行されてシベリアの大地の開拓のためにですね、収容所で働かされたという、苦い歴史がございますけれども、こちらの収容所のことをロシア語でラーゲリと言います。で、旧満州特務部隊、まあ、いわゆるこうスパイとか諜報活動を行う部隊なんですけれども、こちらに所属していた、二宮和也演じる主人公がですね、家族と離れ離れにさせられて、まあ、ロシアの大地、シベリアの大地のですね、収容所で長期間抑留されてですね、強制労働させられるという物語です。ほとんどの兵隊さんたちはですね、2年以内に帰ってくるんですけれども、二宮さんはですね、特務部隊に所属していたこともあってですね、10年以上ですね、抑留されまして、というような中でですね、妻や家族と交流、手紙で交流したりとかですね、そうやって抑留されている人たちとの、交流の、まあ、この素晴らしい物語なんですけどもね、半分ぐらいのところからずっと涙が止まりませんでした。なんていうのかな、こうエンタメとか日本以外の映画じゃなくて、こう静かないわゆる日本映画のもう本当ど真ん中みたいな映画なんですけども、本当に久々に感動したなっていう感じの、本当涙が止まらない、本当におすすめです。めちゃくちゃ泣く映画館でぜひ見てください。僕はこの感動はね、早めに感動した方がいいと思うんで、見に行ってください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。他の動画もぜひご覧ください。